イラクリ・コバヒゼは、ジョージアの政治家。2016年から、ジョージア国会議長を務めた。コバヒゼは2000年に、トビリシ国立大学を卒業し、法学士号を取得。2002年に、ジョージア科学アカデミー行政法律研究所で、博士号を取得。その後2005年と2006年に、デュッセルドルフ大学で、法学修士号と博士号を取得。その後コバヒゼは、 ジョージア国内の各大学において教員として働き、並行して国際連合開発計画のプロジェクト管理も務めた。彼は欧州評議会にジョージア代表として戦略計画問題の専門家として携わり、またオープンソサイティ財団による人権と法の支配プログラムにて専門会委員会の委員を務めた。2015年1月、コバヒゼは 与党ジョージアの夢イコール民主ジョージアに加わり、幹事長に就任した。2016年の総選挙において、ジョージアの夢が勝利すると、コバヒゼは2016年11月18日に国会議長に選出された。彼の選出については、野党統一国民運動の批判的立場を取り、選挙前に分裂し、和解しないままのマウスピースだと言及した。ありがとうございます。